若葉大建区は東京都稲城市に所在する京王電鉄の車両基地。なお、本校では発出所である桜上水発出所及び併設されている若葉大工場についても記述する京王電鉄最大の車両基地である。京王相模原線若葉大駅北西部に1983年10月1日に開設された。ここで車両の修理や内装更新。 検査などを行っている。1926年4月28日、北沢車庫前駅が開業し、駅北側に北沢車庫、桜浄水工場が開設された。それ以来、京王線系統の車両の整備などは、桜浄水検築、桜浄水工場及び、高畑不動駅北側に所在する、高畑不動検築で行われていた。 ところが、相模原線開業や乗客増による長編成果により、車両数が増加し、車両も大型化したため、桜上水検築、桜上水工場は手狭になっていた。このため、当時開発がそれほど進んでいなかった若葉台駅北西部に、検築、工場を新設し、検築、工場機能を移転、桜上水検築を、若葉台検築の発出所とすることになった。 若葉大駅西側から、県社区、工場全施設への引っ込み線があり、校内入れ替えで、若葉大駅4番線の横にある線まで車両が出てくることもある。なお、入出庫も含め、校内はすべて平面交差である。まず、西側に留置線が6線設置されている。新車撮影の際は、この留置線が使用されることが多い。そしてその東側に、県社庫 戦車線が設置され、さらにその北側に工場が設置されている。その他に、管理棟、主要部品の倉庫、修理場などが設置されている。車両のリニューアルや、VVVF インバータ化や、定期検査や重要部検査、全般検査などの業務は一部、京王重機が行っている。また、井の頭線の車両の検査業務のうち、車体等以外の部品の検査、 整備は、藤見が、岡県区にて、車体から取り外して、若葉大工場へ、トラックで移送して行われる。このため、井の頭線車両も車体に記される検査表記は、若葉大工となっている。さらに、都営新宿線の車両の検査業務のうち、重要部、全般検査を、東京都交通局から委託されて行っている。桜上水駅北側及び東側に、 多くの留置線が設置されている。若葉台への工場移転後、工場跡地は住宅展示場となった上、京城駅社課に伴い、留置線の一部が撤去されている。ありがとうございます。